今日は梅雨の合間ですごく天気も良かったので高野山の方に来てます。大阪から高速を使ったら1時間40分ぐらいで来れるんですけど、まあ、下道でも2時間弱だったので下道でずっと走ってきました。7時半ぐらいに家を出て、今9時ぐらいですね。バイク乗ってる皆さんはきっと今日いろんなところに出かけてるんじゃないかと思います。あと16キロ、結構あるな。苔がすごい、ほら、苔苔むっちゃびっしり苔、壁に。ナビがもううるさい。なんか交差点じゃなくてもうあのちょっとカーブするだけで右方向とか左方向とか言うから、あのもうずっとこのくるくるくるのところはあのカーブあるたびに言ってもううるさい。切ろうかな。切ってもいいんだけどね、もう絶対道一本やし。ようこそとか書いてるからもう着くと思う。お、まだ君はナビをしていたのか。電源切る。アップとか言っちゃった。間違って触っちゃった。どこだ、出るかな。なんか間違ったような気がする。大門がなかった。まっすぐ行ったら大門やったんかな。まあいっか。これはどこだ。大工の人がどこに止めたらいいの。壇上伽藍の駐車場。おお、ここは 何だったんだ今のは。ここに止めたいけど、あー、わからない、止めるところが。もう一回戻ろうか。あ、お坊さんがいますね。わ、すごい並んでいますね。何でしょうかこれは。で一周して戻ってきた方がいいな。うん、ちょっと先のところに行きたかったのに間違ってしまいました。はい、こんなんばっかり。よいしょと。まあ、すごいお坊さん、高野山大学の人でしょうかね。きっとそうですね。ここに行きたかったから、ここら辺に駐車場がある。あ、これだ。よいしょ、ここですね。よいしょ、あ、この端っこに止めようか。ほら、ここやったらね止めれるでしょ。よいしょと。はい、 OK。やっと着いた。
日はトンボとトンボとセミと困ったじゃん。あ、本当だ。わあ。松で有名なやつで三股になってるのを拾ったらいいとか書いてありました。だね、こういう落ちてるやつ。この普通は2つなんで、こうやって2つなんだけど3本もかけて、ね、でもみんなもうちょっとないんだよね。
った気がもうジャケットしました。ちゃんと飲んで、ね。